2032年11月16日13時7分54秒66、蒼天から舞い降りた異星人による地球侵略が始まった。混乱の数週間の後、人類は兵力を結集して反撃を開始。しかし攻勢に転じることなく年月は流れ、滅亡の淵に追いやられていた。開戦から19年。残り12人となった人類は彼女の覚醒を待っていた。彼女こそが人類に残された最後の切り札だった。貫け、メイルストローム、ロック、ハン！起きてくれよ。ジョー、運ばれてるぞ。さっさと起こせ。手順通りやった。もう待つしかない。王子が気づりゃ、すぐ起きるって。ふざけるな、スパゲティ野郎。だったら、トニオ、やめろ。人類滅亡まであと12人。カウントダウンはやめろ。とっとと起きやがれ。Thank you.
なんとまあ可愛らしい最終兵器。でもすげえヤバい性能。期待できそうだな。勝利の女神登場か。ガキじゃねえかよ。助けてもらってそれはないだろう。なあ、あんたたちも敵なの？違う違う、敵は攻撃してくる奴ら、俺たちは君の味方。うん、分かった。先が思いやられるぜ。あれは誰？知らないの？彼女の名前はシングラブ。ダダリオネクスト社のイメージガール。この戦争が始まった頃はそりゃもう人気があったんだってさ。本当に知らない？そうか。こちらマリオン、ホブス、状況の報告を。ジョン、コウイチ、トニオが死にました。了解。それで眠り姫は無事覚醒、性能は期待通りです。よろしい、直ちに当地区を離脱する。シスコポータルで合流だ。了解。敵襲！逃げろ！トレーラーはどうする？捨てるのか？まさか！俺たちがここにいるとこいつも完全にぶっ壊されちまう。一度離脱してまた回収に戻る。いいな？了解。さあ逃げろ！さあ逃げなさい。これを持っていくんだ。泣かないで、力いっぱい走るんだよ。なんだ、立ったまま昼寝か。お嬢さん、戦闘開始だ。わかった。PSS コール。お嬢さん、聞こえるか？ふん。さすがロスコル先生。調整は完璧。とも、これからこうして通信を入れる。チャンネルは常にオープンだ。聞き漏らすなよ。そういや、紹介がまだだな。俺はフォボスだ。シャオミンリーだ。シャオミンさん、リーさん、どっちでも OK。ドガエフ。アレクセイ・ドガエフ。ボブだ。ロバートでもいいが、ボビーとは呼ばないでくれ。ラーズ・ヨハンソン、よろしく。ヨウヨウヨウ、DJ ダリー、ダリーぜよろしく。俺は、ロスコル・シェパード。戦闘中以外は、君のケアを担当させてもらうよ。さーて、追っ始めるぞ。はいよ。これより、シスコブランチへ帰投する。トレーラーを自走拠点とし、ポータルまで移動、いいな。敵がいっぱいだろう。こっちにはお嬢さんがいる。お手並み拝見だ。まず第一段階として周辺エリアの安全を確保する。目標は敵アーマメントの完全排除。 PSS タリーホー。敵はうんざりするほどいるぞ。遠慮は無用だ。お嬢さん、
やったー、ターゲットの。敵を蹴散らす若い娘、コンディションはいけそう？うん、頼もしいぞお嬢さん。でもピンチになったらトレーラーに戻って回復するんだ。敵が増えたぞ、ボサボサしてっとまた来るぞ。ザコザコ楽勝。PSS コール、トレーラー周辺の敵排除を確認。ご苦労。ビールに一歩近づいたな。まずは資料通りの性能発揮か。エンストなんか見たくねえからな。話に聞くグレイの立ち往生、悪夢だな。ちょっと待てよ、新しい仲間に失礼だろ。なあ、だよな。これだって苦労して起こしたのに、その程度の期待度？期待嫌い、未来暗い。 PSS コール、エリア A3CPF5、 エリア A3CPF5、 敵ジェネレーターを確認、速やかに排除せよ。休ませろよ。エリア A3CPF5、 敵ジェネレーターを確認、速やかに排除せよ。了解。